どうされたのです？どうしたのですか？私はやっぱり犬飼さんに冷たくしてしまっているのでしょうか。そんなこと知ってます。犬飼さんは優しい人で、でも本当は頼りになる人でもあって、そんなこと私は十分に。ただどう話をしていいのかわからないんです。顔を合わせると何をどうしていいのか。あの人は昔のまま、優しいままで。それならなぜこの村に戻ってきたのかと、私はついイライラとしてしまうんです。あの人を見ていると、なんだか自分だけが変わってしまったように思えて、何を話していいのかわからなくなって。どうすればいいんですか？私は自分がどうしてそんな風に思うのかさえわからないんです。あの人がそばにいると心がざわついて。封印がなくて、戦いもなくて、私たちは普通で楽しく一緒に学校に行って、そんな風だったらどんなにいいかと思います。そしたらシンジ君とももう少し素直な気持ちで向き合えるかもしれないのに。封印がなくなってしまえば、私たちはまた元のように、何も知らなかった小さな頃のように。
どうしたんですか？寒いのに。小さな頃はもっと元気で、いつも僕を振り回してて、それでもどこかで優しくて気弱で、そういう子でした。琴倉さんはいい人ですよ、本当は。だから僕は何と言われてもあんまり気にしてません。僕はここに帰ってきたとき、何も変わっていないと思ってました。でも琴倉さんは、やはりどこか変わってしまった。いえ、本質的にはきっと変わってないんです。少しずつ変わりました。なんだかみんな心の中に影みたいなものを持っていて、そして多分それは僕の中にも。時間が流れていくと、悲しみは多く深くなっていくものなんでしょうか。時々思います。戦いや、これから待ち受けている運命や、そういうことを何も知らなかった子供の頃に戻れたらって。これまで必死でやってきました。自分の守護者としての力を発現させようと思って、誰かの役に立とうと思って、ずっと一人で。でも得られたものなんか何もなかった。僕は出来損ないだったから。こんなことなら、時間なんてあの頃のまま止まっていればよかったのに。
ちゃダメです。結果を出さなきゃダメです。役に立てなければ意味ないんです。そうしなければ、そうしなければ捨てられる。出なかったんです。それじゃ意味がない。誰も僕を認めてくれない。あんな出来損ないの能力、おとなしくしてろ。すぐに済む。ゆういち先輩、まだですか？早く。力を入れすぎるから悪い。緊張するな。俺に任せておけばいい。
輩、やっぱり僕ダメです。怖がるからいけない。シンジ、心を通わせればこういうことは自然とうまくいくようになっている。なんだ、お前も参加したいのか。いや、シンジでは怖がってうまくいかない。お前の方がいいのかもしれないな。あ、先輩、一体ここで何を。お前がそうやって緊張するから、こいつも警戒するんだ。お前も入るなら前もって言うべきだ。この風呂で3人は狭い。なんなら俺かシンジのどちらかが代わってやってもいいが。先輩、お願いですからこっち見ないでください。シンジ、まだ洗い切っていない。きちんと押さえていてね。それどころじゃないですよ。Thank you.
奇妙なことだな。おい、すごい。お前たちには私に操られているという自覚はないはずなのだが、なぜ宝具を持ってこない？私の研究に落ち度はないはず。呪いをかけられたお前たち自身が気づかないほどの呪い。誰かが密かにそれを解いたという気配もない。万象は国書の通りにある。しかし細やかな相違があるのが些細ではあるが、確かに相違が出始めている。何よりそれが問題だな。予定では宝具は全て我が手元に集まり、玉より姫さえも我が手中にあるべきはずなんだが、なかなかに返しがたい。お前たちが私の言う通りに動かないことも、玉より姫のことも、あの女のことも、ためには致し方あるまいな。お前たちは言っていい。合図があるまで今のことは忘れろ。致し方あるまいな。
資料の森、聖女の住まう館、反撃ののろし、絆を深めることで築き上げられる希望、マグスの微笑みは闇をいざない、マグスは運ぶ深き暗闇、その名は絶望。悪くないと俺は思う。全然だらしなくないです。すごくなんていうか可愛らしく。朝食の準備が整いましたけど。なんで僕だけ。犬飼さんは修行中の身、贅沢はいけません。あの琴倉さん、お味噌汁美味しいです。気が乗らねえな。小難しい会議なんてのは性に合わねえよ。だいたい俺、大海さん苦手なんだよな。いや、俺たちはパスだろ。普通にな。
封印の見回りを続ける必要がある。スグルさんがいないならなおさらだ。頭脳労働は任せた。まあ作戦会議中に封印全部破られたら目も当てられねえしな。会議の結果は事後報告で頼む。その気持ちだけありがたく受け取っとく。そういや、今日はフィオナ先生休みだったな。熱とか言ってたな。あの美貌に傷がつかなきゃいいんだが。考えてもわからないことを考えても仕方ない。あの夜以来ですね。皆さんも元気そうで。申し訳ありません。こちらもいろいろと準備がありました。鬼崎君とアトリ君はどうしたのですか？お話はすでに琴倉さんから。フィオナという人のことも羊羹のこともとても貴重な情報ですね。それに適合する策を用意しました。その策というのは？
反撃に出ます。宝具を奪い返すということだろうか。第一に、残り2つの宝具を玉寄姫神社、つまりここに集めます。彼らは当然ここを狙ってくるでしょう。その時を見計らって洋館に潜入、宝具を取り返します。当然こちらの神社にある宝具を守りきることが大前提ですが、近江さんのことだから勝算はあるのだろうが、だがどうやってそれを敵に知らせる。我々の行動は敵に筒抜けです。前回の封印襲撃、そのタイミングの良さ、あなたを襲った際も一人の時を狙っていた。ということは、僕らの周りにスパイがいて、スパイが僕らの行動を見抜いていることも分かっていて、それでも勝機があると。あります。これは明らかな陽動であり罠ですが、我々と敵の間の大きな戦力差を見越してロゴスはここを襲うはず。まず間違いなく。確かに性格的にも挑戦されてそれを拒むような輩には見えなかったが、僕たちはどうしたらいいですか。作戦当日、我々は二班に分かれます。陽動班に鬼崎君と後利君、それから私、潜入班に小村君と真嗣君、それから その屋敷に宝具があるということが分かったのなら、屋敷のどこに宝具があるのかを探知できるのもあなただけのはず。危険だ。それは無茶だ。僕も先輩には危ない目に遭ってほしくないです。結婚は明日。守護者のお二人は玄関へ。これから宝具を取りに行ってもらいます。そうなると玉寄の血筋の方と一緒に行く必要がありますね。封印を正当な手続きを踏んで解放できるのは玉寄の血だけのはず。一人は馬場様と共に出向いてもらいます。もう一人はあなたと共に。私はその間策の準備を整えます。不安ですか。
丈夫です。私は今回私の使える最も強力な結界陣を張ります。うまくいくかではなく、うまくいかせるのだと、そういう気持ちでいてください。今回のキーパーソンになるのはおそらくあなたです。ですか？異界の森の空気は常人には辛いですから。
真実なのかどうかはわからないですけど、僕らはずっとこの先も封印にとらわれ続け、戦いを続けていくんでしょうね。あのアリアという少女は、僕にはそんなに悪い人には思えないんです。何度も僕らは殺されておかしくなかったのに、その度にアリアは攻撃を止めてくれた。アリアはきっと悪い人じゃないんです。なんて本当はしたくないし、起きてほしくないって思ってます。考え方が甘いって言われそうですけど、ありがとうございます。あなたはなんだか不思議な人ですね。あれだけ戦って傷つけられて、あなたはそれでもまだ、僕たちはすごく似ているのかもしれませんね。